ってくる。なんだよそれは。超電子頭脳は昔バイオ星の近くを通っただけでバイオ星の超電子科学が大混乱を起こしたことがあるんだ。なんだって。私たちもよ。ジュン、ヒカル、おい、ヒカル、ジュン、無事だったのか。よかった。当たり前じゃない。ゴーさんは。おかえりみんな、たっぷり食べてね。おー、ゴーさん、ごちそうだな。僕が作ったんだよ、すっごく美味しいよ。これみんな。よし、乾杯だ。よし、乾杯。ほら、ゴーさん、これ食べて、好きでしょ。せめてもの感謝の印です。そう、食べてくださいませ、王様。だがバイオマンはいつまでも喜びに浸ってはいられない。スーパーメーザーを跳ね返すネオメカジャイガン、どう立ち向かえばよいのか。バイオマンとバイオロボの行く手には茨の道が続く。だけど大したもんだな。本当だよ。知らなかったな、ジュンがあんなにバレエが上手いなんてさ。ああ。よく見て、アンドゥダンはこうやるのよ。その言葉は今のバイオマンに対する言葉でもあるとみんなは思った。ネオメカジャイガンを打ち破るスーパーメーザーもできたのだ。新しいバイオエレクトロンも必ず編み出せるはずだ。でもみんなの体力と精神力が同調しなければ意味がないんだ。こんな実験結果じゃ到底スーパーエレクトロンはできない。でも僕はさらにバイオスーツを強化する。いいな、みんな。分かった。俺たちも強化されたバイオスーツに同調できるだけの体力と精神力の鍛錬に取り組む。バイオ、気をつけて。よし、どうして。シンゴ君が一番ダメージが大きいなんて。あれだけ厳しいトレーニングに励んだ人が。ああ。ねえ、検査の結果を見てみよう。よし。4歳頃のものだね、これは。これじゃ生きるか死ぬかの大怪我だぜ。いや、今は完全に治っている。一体どこへ行きかしら。シンゴ。明律高校。確か高杉の母校じゃないか。千本ノック。高杉、やったな高杉。慎吾くん、お前は千本ノックをやり遂げたんだ。本当か。本当に俺はやり遂げたのか。本当か。やったわ。ビーボ、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 どうしたの。そうか。何、アムラ、早くビーボ。よし、オッケー、マリオ。どうして。バイオスーツは完成したはずなのに、どうして変身できないんだ。なぜ俺たちの体はスーツに同調できないんだ。さあ早く逃げるんだ。ヒーボーを守るんだ。バイオ粒子。平和になったらピーボと会いに行って、その時本当のこと話してやろうよ。そうね。急ぎ調査に乗り出した。え？やめろ。すごい人がいるものね。ゴーさんたち相手にあそこまでやるなんて信じられない。うわ、イタチだ。こいつはどういう男なんだ。もしや俺たちと同じバイオの血が流れているのかも。みんな行くぞ。よし、ほら待てよ。ほら、何するんだよ。あたた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 
かっこ悪いとこ見しまったら、あったくれ、ただだだ。待て女だからって容赦しないぞ。あった、静かにして。あイエローボーガーのことは、はあ、女のくせになんて強えんだ。あんな強い女初めて見たぜ。いやー、俺本当言うと初めて会った時から悪い人じゃないと思ってたんだよ。調子いいこと言うなよ。山猿、俺の作ったな玄米のおかゆだ。さ、どんどん食ってくれ。さっと、さ、ジュンさん、ありがとう。はい、お箸。あれ、勝手にやってくれな。そうです。じゃーん、ジュンさん、これ君だけに。ありがとう。はい、俺山森翔太ってんだ。この山で生まれ育ったんだよ。僕にとってこの自然が荒らされるのは手足がもぎ取られるほど辛いことなんです。山を守ることが僕の使命なんです。今時偉いのね。いえいえ、あなたの耳の赤を煎じて飲みたいぐらいですよ。もういや、そこでですね、一つお願いがあるんです。僕もバイオマンの仲間に入れてください。え、ダメダメ、バイオマンって誰でもなれるもんじゃないんだ。どうしてだよ、俺だって本気出しゃ君たちにだって負けやしないぜ。確かに、まるでバイオの血が流れているようなところがある。頼むよな、この通り仲間に入れてくれよ。ほら、さあ、ほら、どんどん食えよ、ほら。そんなはずは、いや、もしかしたら。たくさん集めているとすれば、神器の異常があるはずだ。それを探すんだ。わかった、みんな行くぞ。よし、おいおい、邪魔だ邪魔。おいおい、俺のことまだ信用してないのかよ。しかしよ、バイオマン見てろ。